いですよ。私がね、大学生時代の時にも狂ったように聴いてた曲、多分一番聴いてた曲だと思いますね。くるりのね、バラの花ですね。これはもう恐ろしいですよ。恐ろしいほど名曲ですね。もう歌詞もね、ちゃんと唯一かな、もう歌詞見なくても全部歌えるのがこの曲ですね。くるりの、最近そんな歌ってないけどな。このバラの花は本当に素晴らしいですよ。そもそもくるりをね、知ってる人がいるかな、まあ、かなり有名なアーティストなんで、1997年とかそんくらいに出てきたアーティストで、くるりとかスーパーカーとかナンバーガールとかが出てきた、すごいゴールデンな豊作な世代なんですよね。もうくるり以外はね、スーパーカーもナンバーガールも解散してしまったんですけど、このね、くるり、アーティスト岸田さん、ボーカルの、かなり電車オタクの人なんですよね。京急赤い電車ですね。赤い電車っていうこのね、曲を歌ってるアーティストですよ。君住む町へ一飛びでっかい東京、そのアーティストの曲で今日はね、バラの花をね弾くんですけど、このバラの花はすごいんですよ。何がもうさっきからすごいすごい言ってるけど、ね、全くもって前向きな曲でもないし、かといって悲しい曲でもないし、わからないんですよ。だから人によってね、捉え方がね違うんですよ。この曲って歌詞を読むと、こう、もう歌詞の最初がね、雨降りの朝で今日も会えないや、なんとなく、でも少しほっとして飲み干したジンジャーエール、気が抜けて、で安心な僕らは旅に出ようぜ、思いっきり泣いたり笑ったりしようぜ、もうすごいですよ歌詞が。とてもこんな歌詞はね書けないですよね。私別にアーティストでも何でもないんで、こう評論するつもりはないんですけどね、今まで聞いてきた曲やら見てきた歌詞の中でね、ズバ抜けてますね、このバラの花って。私の中でくるりの最高峰ですよね。じゃあなんで今までそんなくるりの曲ね、あんまやってなかったかっていうとね、結構難しいんですよ、くるりの曲って。だからね、今2017年の9月からアコギをね初めて練習し始めて、で2019年の2月から YouTube で、ね、動画配信をして、ほぼ毎日弾き語りをやってって、でね、ようやくね、このくるりをね、ちょっとまた手を出していこうかなって、結構練習をしようと思ってたんですけどね、かなりレベルが高くて、バンプオブチキンもそうですね、かなり難しいんですよ。とはいえね、やっぱね、自分の好きな曲をどんどんトライしていかなきゃいけないなと思っててね。で、ふとこの前回の動画でもね、くるりのね曲、その線は水平線、最近出た曲なんですね。最近って言っても2018年の曲なんですけど、このバラの花はね、結構古いですよ。古いって言ってもいつだろうな、このバラの花っていうことでね、これあんまり上手くないんですけど、ぜひ聴いてください。いい曲ですこれ。ね、歌詞載せない、このテロップ歌詞は載せないんですけど、ぜひ携帯かなんかで歌詞調べればすぐ出てくるんで、それを見てね、ぜひ本家の方も見てほしいですね。本家 YouTube 見れないんですよね、すぐ切れちゃうんですよ途中で。よし、行きますか。雨降りの
思い切り泣いたり笑ったりしようぜ。ここは分かんないな。難しいんだよね。君が見暗がりだ。暗がりを走る君が見てるから、でもいない君も僕も。後半はね、フジロックバージョンで歌いました、バラの花の。ねえ、ちょくちょくミスったけど、それでもね、いいですよ、この曲は。ちょっとね、これもっとうまくいけるな。これほんと、久々にね、これ弾こうと思った。
前回海をね背景にして江ノ島を背景にしてね弾いてたんですけどね、探せばあるですよ、ありますよ、あるですよってなんだ、探せばあります、私の動画で江ノ島を背景にバラの花を歌うっていう。途中この伴奏って言いたいのかな、途中こういう感じでも弾いてるんだよな。これ頑張ってやろう。ちょっと今日長い動画になるかもしれない。バラの花の練習に付き合ってください。うん、超好きな曲なんで、知らない、この曲知らない人はぜひねこれをね学んでっていうか知ってくるりのファンになってください。特にこのバラの花すごいですよ。でも私ねこれね歌詞見なくてもできるんですけどね、アコギでやるとやっぱ難しいですね。歌詞が飛んじゃう。あ、でね、あの、こう、ジャカジャカ弾いちゃうと音がうるさくなっちゃうんで、ちょっとうるさくなっちゃうから、ベース音だけ響かせる。これが難しいんだけどね。で、ちょっとミュートする感じ。途中電池が切れそうだから一回切ろう。で、ここな、あいづちだね。あいづち、うよ、君の弱さを流すために。違う、愛のバラか。君の弱さを
暗がりだね。ちょっとまた間違えた。暗がりを走る、難しいんだよね、このリズム。いやけどかっこいいな、これ。やっぱバラの花。なんかカッポが変な音になった。
練習になった。よし。これね、この曲聴いてて多分分かったと思うんですけどね、ずっとベース音、基本的にね、 D がコード、なんていうの、キーになるのかな、ワンカポの D のコード、これがキーになってんだけど、基本的にこのバラの花ってずっとね、なんて言ったらいいのかな、ずっとベース音が主導になってるんですね。バラの花の曲って、だからアコギでずっとベースをね、主としてこう弾いてる感じなんですよね。だから勉強になりますよこの曲。ということでね、バラの花、クルリのバラの花はね、名曲中の名曲ですね。私が過去一番好きな曲です。っていうのを、もう200動画超えてるんですよね、私。で、まあ、今回全体をこう弾いたの初めてですね。1回目の動画では、1回目っていうか、江ノ島を背景にして、海をバックにして、こう、アコギ、マーティンのね、バッパカっていう、こう、扇状のね、やつでこう弾いてる動画があるんですけど、一部しか弾いてないんですよ。これ全体弾いたのは初めてです。っていうことで、この動画いいなと思ったら、ぜひグッドボタン押してもらって、チャンネル登録済ましてないけど、まだ、ポチッとチャンネル登録お願いします。で、Twitter とかね、Instagram もやってますんでね、よかったらね、この動画の下、動画っていうか、下のプロフィール欄っていうのかな、そこにリンクがありますんで、アカウント持ってる方はそこ入ってもらって、ぜひフォローをお願いします。ではでは。